こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は明日から始まる新ガチャの性能解説、引くべきかどうか見ていきたいなと思います。はい、ということで、まずですね、昨日のお話ですが、生配信ね、土日で英傑杯攻略第1戦から40戦までやるっていうね、ことを2日にかけてやりましたが、告知なしだったにもかかわらずね、たくさんの方に、ね、来ていただき誠に助かりました。盛り上がってよかったです。もう人が集まらなかったら黙々とね、ただただ無言でやろうかと思ってたら、もういろんな方々がね、遊びに来てくれたおかげで盛り上がったのかなと。で、好評でしたので、次回ね、来月の英傑杯のね、ランキング戦についてもまた生配信、したいと思いますので、その時はね、さすがに告知してから、やりたいと思いますので、またね、来てくれる、遊びに来てくれるという方はよろしくお願いします。はい、ということで、まあ見ていきましょう。で、今回ね、まだ実装前ということになるんで、まだ一部ね、スキル2が分からなかったり、特性が分からなかったりするっていうところもあったりするんで、完全版の実装後の性能評価の動画についてはまた明日改めて、見ていきたいと思いますので、とりあえず今出てる性能での、解説ということになります。で、最後にねですね、まとめとして書いておきますので、こいつの話長えなと感じた方はぜひ飛ばしていただいて結構ですので、このままね引き続き見てくれるという方は見てやってください。はい、ということで早速見ていきましょう。まず、スキル2と特性が不明なので、奥義ですね、敵全体に通常ダメージの 295% の空属性物理攻撃ということになっております。はい、まあ今月のですね、空属性のガチャが魔法攻撃タイプが続いていたので、ちょっと意外というか、まあ1周年の時のディアブロみたいなパターンですね。ディアブロだけなぜか物理攻撃で、過去のベルドラと全く噛み合わずに、まあ使えないねっていう感じだったんですけど、ただ、1周年のベルドラはですね、バフとして魔法攻撃バフがくっつくっていうところがあったんで、まあそれもあってね、合わないねっていう評価だったんですけど、このユーキーに関してはですね、まあ合わないとは言っても、ラミリスのカゴスキル、カゴの導きで乗らない、ただ魔法攻撃力アップ数パーセントがただ乗らないだけの話なので、まあそれぐらいであれば別に全然物理だろうが、魔法タイプだろうがそこまで極端な差は出ないので、全然一緒に入れて使うことは全然可能です。ただ、もちろんですね、敵の耐性っていうのがあるので、最近だと結構この魔法攻撃耐性がマイナス 50% で、物理耐性がむしろプラス 20% でさらに持ってくるみたいなパターン、極端に物理と魔法を分けてくるパターンがあるので、それを考えるとちょっと勇気、今月はちょっと使いにくいんじゃないかなと思う。多分、どちらかというと魔法攻撃弱点の敵が、武勇祭とかね出てくると思うんですよ。なので、まあ、今月はちょっと活躍はね、他のもうすでに出てるシオンとかと比べるとしにくい環境になるんじゃないかなと。ただ物理っていうところで見ると、前回のね空属性イベントのカゴギーとか、カゴの赤子じゃない、普通の戦闘キャラのソラレオンとかね、空のベルザードとか、ああいったパーティーとむしろ相性が良かったりとかね、するかなと思いますので、まあ持ってて損はないけど、まあとりあえず一応武勇祭ではシオンとかの方が結果的に火力が出そうだなっていう気はしちゃってますね、今のところで言うとね。この物理っていうだけで、で、この全体奥義についてですが、基本的に活躍できる場面で言うと、敵がね複数体出てくるようなバトル、それから武勇祭のターンリミット、もうまあ多分複数体で確実に出てくると思うんですけど、まあ、そういったところでの活躍、それから英傑杯とかでもね、活躍できるんじゃないかなというところ、たまたまね、昨日やってたその生配信でも、まあ、全体奥義が活躍できるような編成でやりましたけど、まああんな感じで、活躍できると思ってはいますね、一応ね。はい、でスキル1、こちら自身の攻撃力3ターン 30% アップ、自身の全体攻撃力を3ターン 15% アップ、コスト25ということになっております。もうこれはもうあからさまに、まあ、自己バフですしね、まあ昨日まさに本当に使ってたような、
編成でそのまんま勇気入れられるなっていう気はしますね。もうゴリゴリに英傑杯向きのスキルということになっております。まあ攻撃力3ターン 30% アップは普通に強くて、であとこの全体攻撃力アップをどう見るかなんですけど、まあ3ターン 15% アップなんで、そこまでねとてつもなく強いバフっていうわけではないんですけど、これをどううまく使うかで、スキル2が今のところ不明ということもね、あったりしますので、こちらが今のこのスキル2が全体攻撃ダメージの可能性もあるんですけど、全体攻撃ダメージじゃなかった場合、は、単純に全体奥義、この奥義の部分にしかこの全体攻撃力バフが乗っかってこないので、ちょっと範囲が狭いよね。使うにしてもね。なので、2ターン連続ないし、まあ、3ターン連続、まあ、奥義がね、打てるような状況だと、このスキル1が一番、活躍できるっていう状況だと思うんですけど、まあ、ただね、その単純に3ターン連続で奥義打とうと思ったら、今月のキャラ使えば結構簡単にそれは達成るんだよね。ラミリスと、それからシオンとかね、そういったキャラの魅了とか奥義活性状態を使うことで、そういったことには持ち込めると思いますので、ちょっとね、他の過去キャラだと3ターン連続奥義っていうのは、まあ結構手札のマスオコンの運ゲーに結構左右されがちなところあると思うんだけどね、今月のキャラ結構無理やりにね、奥義ゲージ貯めに行くことができるんで、まあそういったことを考えると結局ね、物理ではあっても、今月のね、ラミリスとか、シオンと非常に相性が良くなってるんじゃないかなというところはありますかね。はい。まあ、ここまで見ると、もう圧倒的に英傑杯かなっていう気がしますね。さっきも言った通り、やっぱり物理っていう時点で、今月が、まあ魔法弱点のキャラが多分武勇祭でも出てくることを考えると、英傑杯向きかな。まあ、あるいは次回ね、また次回の、イベントではまた物理弱点になる可能性もありますし、そういったところでも活躍っていうことになるでしょう。で、あとは本当気になるのがスキル2。ですね、ここの評価でだいぶ変わってくると思うんだけど、まあ、コスト25っていうことも考えると、まあね、あのスキル1のようにちょっと控えめなバフの倍率とか、それから全体ダメージ、まあ、ちょっと控えめな倍率とかで、まあ、プラス何かつくのかな。だからコスト25だから変換スキルってことも全然ありえるんだけど、どうなんでしょうね。もう勇気ここまで来ると変換スキルじゃなくて、もう普通に全体物理攻撃とか尖ってほしい、そっちに行ってほしい、なんかそういう変換スキルみたいなさ、その使い勝手の良さみたいなところを追求するよかは、もう圧倒的な英傑杯特性、英傑杯をやるために生まれたような英傑杯の申し子的なキャラになってほしいな。ここまで来るとこれだいぶ評価変わるね。変換スキルだった時点で、あ、そっち行っちゃうんだっていう評価になるし、まあ別に変換スキル悪いわけじゃないんだけど、使い勝手はいいんだけど、ちょっと突き抜けてほしいなっていう個人的な思いがある。どうせ物理だからね。どうせ物理だからさ。まあそうだね。なので、まあ明日のね、実装後の性能評価もありますのでって感じですかね。はい。ということで、まとめ、新ガチャ引くべきかどうか。いきたいと思います。はい、今月の、まあ、最後の、空属性ガチャということになりますが、勇気は、正直スキル2がまだ判明していない状態ではあるんですけど、現状ねスキル1しか見てないこの状況で言うと、シオンと大差ないかなっていう気がする。で、あと今月活躍できるかっていうところで見れば、勇気だけ物理攻撃なので、多分武勇祭この後出てくる、まあ多分今週末か来週くらいに出てくる武勇祭については魔法弱点だと思うんですよね、ボスバトルが。なので、シオンとかと比べると結局ダメージが出にくいみたいな、パターンもあるし、で、スキル1もですね、これ味方全体のバフじゃなくて自分自身のね、自己バフでしかないので、そう考えても別にここ勇気である必要ないよねって多分なっちゃうと思うんだよね、武勇祭だと。他のキャラ、まあ過去のね、キャラを入れて、まあ、戦っていくことっていうのも全然できるんで、まあ、全体奥義の空属性でいうと最初からいるねランガとか、そういったキャラでも全然いいと思いますしね、ってことを考えると、まあ、無理して引く性能ではないのかなっていう気がします。はい、まあ、あとは本当にスキルに次第で、まあ、明日実装後のね、性能評価動画アップしたいと思いますので、ご興味ある方はまたぜひそちらもよろしくお願いします。
といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。